ちは。ありがとうございます。君がズッキーニ第36回目、2009年11月28日土曜野菜市をしながらのお届けです。私は野菜を作っている富田です。ありがとうございます、太田でーす。では、もう11月も終わりということで、まあ、幾分暖かい日が続きましたけれども、今日は寒くなりましたね。そうですね、寒いですね。まあでも本当にあれ、ね、はい、冬が近づいてるというか、もう冬かなという天気ですね。今日なんかも寒いな、本当に。はい。大丈夫ですか？やっぱり寒いとね、野菜が。あ、もう行きますか、野菜に。育たないです。まあ、寒くなって。育っていただかないと。日の光も、多分日の光がとても重要なんでしょうけど。なるほどね。富田さんもそろそろ冬眠の時期がやってきたということですね。野菜の話ですけど、野菜です。あ、そうか、野菜とともに富田さんも眠るんじゃないですか。じゃない、あ、日の光がやっぱり当たらないとそんなに成長しないっていうのがあります。日差しが弱くなってるんですね。君の話を聞いてるみたいな。ほんま飼い主に似るというか、ね、そうですか。まあまあ本当に太陽っていうのはね、そういう意味で本当に重要でございます、はい、うん、でもう、まあ、なのでもう、まあ、来年の野菜の準備みたいな、なるほど、やってまして、はいはいはい、今週はほうれん草を撒いたんですけれども、大人気ほうれん草、はい、今撒いてもその取れるのが来年の春、もう冬の、まあ、長期戦です。マジですか。まあ12月中に芽は出るんですけれども、うん、そのあんまりもう寒いから大きくならないで、雪が降って、まあね、雪の下でちょっと耐えて、春になって暖かくなったらまた大きくなるっていう、本当に感じです。そうなんだ、はい、だからそうですね、もう撒いたやつが取れるのは4月の終わりか、まあ、中頃なんで、うん、もう4ヶ月ぐらいもうじっくり育てる感じになりますね。なるほど、今よく聞いておかないと、今この放送、今撒いた種が春に芽生えると、はい、ね、うん、なるほどですね、うん、でまあ前に玉ねぎの苗を作ってるって話をしたと思うんですけれども、うん、それを、まあ、今植えてます。うん。玉ねぎはもう一本一本手作業で植えていくので、今年はまあそんな作ってないんで、2000本ぐらいですかね。もう植えて、まあ。まあ大体15センチ間隔にその印をつけて、そこに苗を一本一本植えていく。なるほどね。そんな仕事しとんねや、とめちゃん、はい。初めて知ったわ。それが、まあ、来年の、まあ、夏の前ですね。6月ぐらいに。長期戦。取れるっていう感じです。それまではどうすんとめ大きくなれ、大きくなれって祈るんですよ。そうかな、祈りのダンスが見れるわけや、そうそうそう。ああ、そうか、ダンスしといたらええの。うん、隣のトトロみたいにその祈りのダンスをグイッとしたら伸びたらいいんですけどね。ダンスを公開したらいいのが、はい、ダンスに来るからみんな、とめちゃんの祈りのダンスが、はい、してます。踊りながらね、はい。今年はいつもよりその大きいソフトボール大になる品種アトンっていうのを育ててるんですけれども、うん、それはやっぱり大きくなるんで、その間隔を植える間隔、他のは15センチ間隔ぐらい、まあ、12センチから15センチ間隔のやつなんですけど、アトンはまあそれの倍の広さを取って大きくなるように植えております。なるほど。植える密度によってもその玉ねぎの大きさを調整できる、うーん、そうなんだ、っていう感じがあります。なるほど、ね、なるほど。あと里芋を販売する分だけを収穫していったんですけれども、うん、もうそろそろもう全部取ってしまって、今度は貯蔵する、保存しとくように置いておきます、うん、あ、そう、掘って親芋の周りに小芋がたくさんつくんですけれども、うん、まあ、小芋だけ販売するんですけども、それをまあ掘って親芋に小芋がついた状態のままで、うん、米のもみ殻の中に、何それ、なんでそんなことするの。親芋が栄養分みたいなの提供するし、うん、その土の中、まあ、もみ殻の中に入れておくと、うん、まあ、光も当たらないし、うん、その分ちょっと長持ちすると、まあ、春先ぐらいまではそれで持つと。あ、そうなんだ、へえ、すごいね。
野菜博士だね、感じになっております。なるほど、ね、だからそれも今里芋ちょっとなんとか掘り切らないといけない状態ですけど、なるほどなるほど、まあ、なかなか掘り切れないとうーんいう感じになってます。うーん、そうですか。お客さんですね。はい、はい、まあ、そういうわけで、まあ、いろいろやってるということですけれども、うん、今年はですね、なんと野菜が非常に安い。まあ、直売所とか、白菜を一玉70円とかで売ってる人とかいるんですけれども、うんうんうん、もう困りますね。なんでなん？今年は、その台風の直撃が、なかった。なかったじゃないですか。うん、その日本全国、うん、その白菜の産地とかが、台風で水浸しになって全部ダメになったとかなる年があるんですね。そうするとやっぱりその分値段も上がるんですけれども、今年はそういうのがなかったので、うんうん、全般的に非常に安いでございます。うーん、まあ、まあ安いのはなんていうんですかね、消費者の方にはいいことかもしれませんけれども、やっぱりね、事業者というかこういう仕事をしてる人に関してはやっぱりそのね、企業としての体力が落ちてくると。どうしたもんかね、うん、デフレもねあんまりよろしくないですね。うん、しんどくなるビジネスをしてる人はなります。なるほど、ね、で、まあ野菜自体が売れないので、その今はその野菜を加工して売っております。漬物ですね。うーん、なるほどね。保健所の方にいろいろ聞いてみたんですけども、まあ、漬物っていうのはその食品表示をしっかりしていれば、売ることができるので、そういう感じで今大根の甘酢漬けと、冬野菜の切り漬けを作って売り始めております。うーん、そんなできんの？そんな君はそういうことできた？できますよ。なんか、もっと前そういうこと。太田さん食べたんじゃないですか？いやいや食べて、いやもういや、そのやってることは知ってるけど、もともとそういうことはしとったん。え、作ったらできるじゃないですか。作ったらできるけど、お前そんな、お前そんなじゃあやろうかって言ってなかなかできへんで。じゃあ例えば誰か、いやそれは太田さんだからでしょ。違うって、見よう見まねとかあるんじゃん。ああ。見とったらとか、そういう関心があったらとか、さ、僕は関心ないから作らへんけど。そういうことに関しては前は関心があったということだよね。はい、そうですね。うん、で、まあ、大体その農家の人、まあ、僕は農家じゃないですけども、親戚のおばちゃんとかが、うん、その、たくあんとかつけたりしてるのを見てますから、なるほどね、そういうのは、いね、できますね。ねえ、なもうどんどんね、そうやってなんか、手に職つけて。その漬物がまたね、本当にこれから10年、20年、30年後ぐらいには、とめちゃんの30年漬けぐらいになってね、はい、いやいやそんなつけないですけど、すぐそれしか嫌だっていう人もいるかもわかんないです漬物っていうのはこれは侮れませんよ。はい、うん、うん、でまあそういう加工品の方でも、うん、なるほど、販売しております、うん、そうそう、まあ、僕も一言言っておきますけどね、いただいてます。富田さんのもね、はい、本当に食卓にも上がっておりますからね、はい、これなかなかいけますから、はい、そういったわけで、そうそう時間ですけれども、とにかく先週お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。ね、ライブハウスでライブさせてもらいましてね、なかなか好評で、またね、頑張りたいと思うんですけど、はい、今日はとめちゃんまた今度はアカペラで。そうです ね。ちょっと雨模様ですけれども、担当の方に。まあ、今日といっても11月28日ね。はい、まあ、毎年やっとならね、ペットボトルのね、ツリーの点灯式みたいなやつ、ね。はい。花火も上がりますんで。ね、すごいですね。ぜひ太田さんも来てください。ということで。ちゃんとこの放送を聞いた人は今からすぐ担当に行きましょう。終わってますよ、ね。その話ね、まあ本当に4回目になるということで、大臣さんも。もうずっと、担当冬のフェスタということで、もうずっとやっておられることでしょうけども。うん、すごいね。はい。毎年呼んでいただいております。ね、はい。素晴らしいこと。まあ頑張っていただいて。はい。はい、そういったわけで、君がズッキン第36回目をお送りしました。はい、ありがとうございました。